大菩薩嶺大菩薩峠上、氷川ダム南方上空より見た、大菩薩峠周辺大菩薩峠は、山梨県甲州市塩山上、萩原と北鶴郡小菅村安部の境にある峠。標高1897メートル。大菩薩嶺の南方、約2kmに位置する、尾根の安部である。国中方面からは、萩原越や大菩薩越、青梅通りとも称された。甲野国史によれば、大菩薩の由来は、複数あり、源義満が峠越えの際に八幡大菩薩に祈念したとする説、あるいは上萩原の神部神社に由来するとする説が紹介されている。その他にも、位の高い僧が峠に菩薩像を埋めて水が湧き出て峠の西と東に清流となって流れ落ちるように祈願したところ、その水は東に多摩川、西に笛吹川を作ったと言われる伝説があるほか、かつての峠に、妙見大菩薩が祀られていたとも言われている。1913年から1944年の32年に渡って、都新聞に連載された中里海山の未完の大河小説、大菩薩峠で広く知名度があり、大菩薩峠から流れ出す多摩川流域の自然や、そこを往来した人々に触れたことで海山の人格や思想形成に大きく影響したとも言われている。1954年には記念碑が建てられ、開山祭も開かれている。紅葉の名所で、毎年10月の中旬から下旬にかけて見頃となる。古来、修験道の山岳修行の場だったと言われている。江戸時代までは、武蔵国と甲野国を結ぶ甲州道中の裏街道であった青梅街道の重要な峠として利用され、青梅街道の最大の難所でもあった。峠を越えると街道は、北鶴郡丹波山村を通過する丹波山通りと、小菅村を通過する小菅道に分かれ、武州川の村で、再び合流した。峠より以西では、両村からの米や、塩、木材など、物資の輸送にも利用された。現在の峠は、近年に認定されたものであり、江戸時代からの街道としての旧峠は、賽の河原という地名で残っている。1878年、青梅街道は、県令、藤村四郎の主導した道路改修により、柳沢峠を開削した新ルートに変更され、現在は柳沢峠にその役目を譲っている。近年は、景勝地として山小屋などが整備されている。また1969年に発生した、共産主義者同盟赤軍派による大菩薩峠事件でも有名である。峠まで登るルートは、甲州市側の上氷川峠と、小菅村側の橋立集落から、それぞれある。他には、大菩薩連霊を縦走する方法もある。利用者が一番多いのは、甲州市側の上氷川峠からのコースで、最短ルートである。車両での通行は上氷川峠から、山、小屋福ちゃん荘までは、通行可能であるがタクシー及び福ちゃん荘利用者のみ、利用可能である。明治時代初め頃まで使われた大菩薩峠へ至るかつての青梅街道のルートは人気のハイキングコースとなっており、甲州市では8月中旬には大菩薩峠登山競争大会が開催される。峠周辺は茅跡で、甲府盆地の向こうに南アルプスが、また南方には富士山の広大な眺望が開けている。巣鴨中学校、高等学校では、心身修養のため、毎年5月に、全校生徒を対象に、大菩薩峠越え強歩大会を実施している。深夜2時から出発し、日中に歩く場合に比べて、多くの危険が伴い、安全確保のために、教師や卒業生が、コース上で見張りに立っている。1969年11月5日、大菩薩峠登山道の山小屋、福ちゃん荘で震災翌共産同赤軍派が軍事演習しているところ、警視庁に一網打尽に逮捕された。大菩薩峠から西側の眺望。ありがとうございます。